プラストークン、これからどうなる？はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。今回の動画ではプラストークンについて、今出勤ね、問題で盛り上がってますけれども、いろいろこう情報が錯綜してますけれども、その中でですね、韓国のコミュニティの中でね、告知されている、文書っていうのを見つけましたので、ここで共有したいと思います。これを見ることで、ちょっとは安心するかなと、もう、ね、今はもう待つしかないとは思うんですけれども、その中でもね、精神的にやっぱりもう投資している人っていうのはかなり不安定な状態にはなってると思うので、一つの安心材料になればということで、お伝えしていこうと思います。で、これがですね、昨日の夜ですね、今7月13日なので7月12日の、金曜日の、9時45分に、発信されたということで、一応もう日本語に変換してある文書なんで、ちょっとね、日本語がおかしいかもしれませんけれども、見ていきたいと思います。コリアコミュニティでの告知事項ということで、プラストークンユーザーの皆さん、今日は多くの方々から激怒しているプラストークンプラットフォームがお知らせをしなかったことについて、でコリアコミュニティの見解を明らかにしますと。プラットフォーム技術チームはこの1年にわたる期間の間、さまざまな議論の中で技術的な面を前面に出してプラストークンを成長させてきました。 1.0 バージョンから今までもアップグレードが数回行われたが、お知らせが優先であることは一度もございません。要はその先にこうなんかアナウンスしてからやるっていうよりは、なんか終わってから告知するのがプラストークンのスタイルですよっていうことですね。これまでの経験から見て、プラストークンの工事システムは状況の開始時点と進行中ではなく、状況の終了時点でお知らせが出ました。その間プラストークンに対する、なんだろう、わかんないですね、課題ですかね、課題と詐欺およびスキャムですね。スキャムの是非は絶えず、起きて今まで進行中ですと。初期に工事が上がったとしても、否定論者はそれすら詐欺と食い逃げのための言い訳と主張し、否定的なムードを作っただろう。それでは、今の時点で私たちが切なく待っている工事をプラットフォームではいつ頃掲示しましょうかと。これまでプラットフォームの空地形態を見て考えてみると、技術的なアップデートが正常化する時点になるでしょう。2. 今日プラストークンプラットフォームで見られる現象を簡単に整理します。昨日一日中開かなかった PSEX は望んで接続されます。プラストークン財布、ウォレットですね。一日中チェックしてみた結果、まだログインされていません。これに対し、コリアコミュニティの技術的検証結果に対する持続的な復旧努力が確認されましたと。このような現象は時間的問題であるだけ、正常復帰の過程なので、全然不安に思う必要がありません。3. プラストークンユーザーの皆さん、多くの時間が流れています。最初の混乱は混乱以上の恐怖の時間だったことに私たちは共感するだろう。時間が経つにつれて、全世界及び韓国のユーザーたちは静かな中で財布が開くの、ウォレットが開くのを待っていますと。初期混乱は過ぎ去り、今は冷静さを維持した技術的分析が可能なユーザーたちが技術人が送るメッセージにフィードバックをしています。正しい情報共有システムが拡散し、全体的な安定感を取り戻す雰囲気の転換が行われています。これは全てのユーザーの努力によってなされたことです。ヨーロッパとアジア諸国との間、コミュニティ連帯と情報交流も急速に進んでいます。
混乱だけを引き起こしたチラシはまだルフになっているが、時間が経つにつれてその内容がかなり減って、今ではプラストークンユーザーたちも動揺することなくこの状況を乗り切っています。むしろこのような事件の過程で多くのユーザーは、ブロックチェーンが何なのか、プラットフォームが何なのか、暗号化廃が何なのかを勉強するきっかけとなっています。今回の状況が克服されたら、投資家たちは浄化して、プラストークンの真の価値を理解して、プラスの発展と個人の成長を望む本当のユーザーだけが残るでしょう。だから今の時期はブロックチェーンとプラットフォームについて深く勉強しなければならない時期ですと。自分の資産を守る方法について勉強しなければなりません。この深い理解は私がプラットフォームに残すべきかどうかの判断基準になるでしょう。プラットフォームの理解不足状況における仮想通貨関連投資、文化も消え、むしろ健全な方向性、暗号通貨市場侵入文化が望ましく安着するきっかけになるでしょう。コリアコミュニティということでですね、こういった内容でね、コリアコミュニティの方で情報が流れていましたと。まあ、なので、そうですね、彼らの、運営側の言い分としては、やることやって頑張ってるから、ね、安心してお待ちくださいっていうことなんでしょうけれども、後半の部分ですね、結構、まともなことを言ってると思います。まあ、今回の騒動でね、わけわからず、こう投資している人っていうのはやっぱり中にはねいると思うんですけれども、そういう人たちがねちゃんとこれをきっかけにちゃんと勉強して自分が何に投資してるかどういうねものに投資してるかっていうのをちゃんと理解した上で、投資するようにね勉強してくださいと。でそうやって勉強して投資家がちゃんとこうね判断できるようになってくると仮想通貨のその投資仮想通貨関連の投資っていうのもちゃんとまともな人がまともな判断で投資するようになるので、 そうなるとねやっぱりいいものはやっぱり残るし、悪いものはどんどん淘汰されていくっていうふうにもう市場の原理が働くので、早くですね皆さんもこうね勉強してちゃんと学んで自分でこう投資が判断できるようになるっていうのがやっぱり望ましいことだと。ここは本当にすごく私も共感しました。なので、プラスト君ね、いいか悪いかっていう話はあるんですけれども、まずですね、やっぱり投資するであれば、ちゃんとね、投資、お金を、自分のね、大事なお金を出すので、皆さん多分その、お買い物するときでもそうだと思うんですけれども、お店でちゃんとね、その品物を見て、あ、これはいいとか悪いとかね、ちゃんとチェックすると思うんですよ。なのにこのね仮想通貨の投資になるとなんかそういうのをチェックしないでなんか自分のこうイメージとかねなんか誘われて儲かるよみたいな本当なのみたいな感じで入ってきている人もやっぱり未だにね多いと思うので、そういうじゃなくてねちゃんとやっぱお金を出してね自分のお金を使って投資するものになって、自分のその投資するものが何かっていうのをしっかりとね見ていただけたらと思います。で、ハイプなんですけれども、結局ね、その会員サイト、今回もそのウォレットとかに、どんどんこう、配当が溜まってきて、数字だけがすごく大きくなっていくと思うんですよ。で、それはやっぱり見てて楽しいので、こんなに増えてるんだって思うんですけれども、この出金できなければ、意味ないですよね。結局投資なので最後にやっぱ投資した金額以上のリターンを得ないと、結局投資が失敗っていうことになるので、そこをちゃんと理解してくださいっていうのと、やっぱりハイプって何なのっていうところですね。ハイプってどういうその商品なのっていうところをしっかりと理解した上で投資していくってことがやっぱり大事だと思います。でハイプじゃあどんな投資なんですかっていうと、もうリスクとリターン、ここですね。もうハイリスク、ハイリターン
っていう商品なので、まあね、ハイプがどういう仕組みで、で、まあ、どういうリスクがあるけれども、どういうリターンがあるっていうところですね、しっかりと押さえていただけたらと思います。で、ハイプを分かっていて投資している人たちですね、まあ、私も、ハイプいくつかっていうか、まあ、数個ですね、投資していますけれども、本当に分かって、ちゃんとリスクを把握した上で投資しています。で、分かっていて投資している人っていうのは、本当にもう、超ハイリスクであると。ね。もう本当に、まあ、それだけリターンがいいので、同じように、やっぱリターンとリスクって必ず比例しているので、もう超ハイリターンで低リスクなんてあったら、ね、皆さんそれやってるはずで、そんなのあったらもう本当にみんな億万長者なんですけども、現実そんなのないので、やっぱりローリスク、ローリターン、ハイリスク、ハイリターン、だから超ハイリスクなんだけど、超ハイリターン。だから、皆さん、やってますと。ね、ハイプを分かっててやってる人はもうハイプだと分かりつつ、ね、まあそれでもそのリターンがいいので、あわよくば、うまく切り抜けられれば、プラスに持っていけるかもしれないっていうね、そこをちゃんとこう分かってて投資してるので、逆に言うと、もう超ハイリスクなので、もう飛ぶっていうことも、覚悟できているはずです。ね、ここ覚悟してないで、飛んじゃったからわーわー騒いでる人は、まだまだ、ハイプのことを分かってない、投資のことを分かってない人たちだと思うので、ここをちゃんとね、理解できるようになりましょうと。でそのためにやっぱりもう勉強するしかないです。ね、ハイプももちろんなんですけれども、もう本当に投資とあとお金ですね。ここやっぱりどうしてもね、日本は教育がこうされてないので、本当に自分の親とかね、もう学校では教えてくれないですし、自分の親とかこう周りのね、人とか、結構やっぱ会社とかでもね、なかなかその勉強する機会ないんですけども、やっぱ経理とかね、本当に経営者に近い人とかであれば、結構こういうところも学べる機会あるのかもしれないんですけども、まあ一般の本当に私もそうでしたけれども、サラリーマンとかはなかなかこういう、学ぶところがないですし、その学ぶ機会とかね、きっかけっていうのもないと思うんで、まあ、今回このハイプで、まあ、どういう結果になるかわからないですけれども、まあね、うまくいってる人も痛い目見た人もこれをきっかけに勉強するのがいいと思います。でね、で特にそのお金ですね、お金の使い方とかあとは貯め方増やし方ですね、こういったところをしっかり勉強していくと、まあ、投資っていうものがどういうものであって、で今回のようにね、ハイプっていうものも、まあ、どういう特性があるので、まあ、こういうふうに投資するとうまくいきやすいとか、逆にねハイリスク取れない方であればもう最初から手を出さないっていうのも一つの選択肢だと思いますので、そういうところですね、自分で判断できるようになっていただけたらなと思います。はい、ということで、今回も動画のご視聴ありがとうございました。私八の馬と LINE アットですね、こちらの方では、まあ、私、まあ、現役のサラリーマンですけれども、私がまあ今までやってきた投資とかあとは副業とかですね、まあ、将来に向けての資産構築についていろいろ発信してますので、よろしければ登録してください。で、あとね、この動画でもそういったことを、投資のお勉強とかね、なるような話もどんどんアップしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。